熊の目撃が相次ぐ紋別市では今朝も熊が目撃され、付近の小中学校では見守り登校が行われるなど警戒が続いています。午前6時半前、紋別市諸骨町8丁目にある諸骨中学校の近くで熊が目撃され、午前6時半過ぎにはおよそ800メートル離れた諸骨町9丁目でも目撃されています。年に1度か2度はなんか聞くことありますけど、これほど頻繁にでは初めてです。犬の散歩もなんか怖いような感じ。近くの小中学校では熊の目撃が相次いでいることから、保護者らが児童に付き添って登校するなど警戒が続いています。紋別市によりますと、諸骨町では先月も熊の目撃が12件あり、市や警察などが周辺をパトロールし注意を呼びかけています。